NHK 紅白歌合戦赤組初出場をチャートアナライザーが徹底予想。新しい学校のリーダーズが最有力あのちゃんはデジタル面で強さナンバー5。2023年も残すところ後2ヶ月。今年も NHK 紅白歌合戦の出場歌手発表にそわそわする時期がやってきた。NHK では11月中旬。 下旬の間に紅白それぞれ25組前後の出場アーティストを発表する。そんな今年の国民的音楽番組の出場歌手を音楽チャートを分析したブログ、今音、今の音楽を追うブログを毎日更新し、地元青森県でラジオ DJ も務める圭氏が徹底分析する。圭氏は昨年も紅白、 出場者発表前に同ブログで出場者予想を書いていたが、高い確率で的中していたのだ。ナンバー1から6のうちナンバー5。74回目を迎える NHK 紅白歌合戦。出場歌手についての予想合戦が盛り上がっている。にあたり NHK が考慮するのは、今年の活躍、セロンの支持 番組の企画、演出の3点だというが、毎年最も話題になるのは、やはり、初出場組だ。では、今年の初出場組は、どのアーティストになりそうか。ビルボードジャパンやベイビルボードのソングチャートなどを分析している音楽チャート、アナライザーケースに、実際のヒットをもとに初出場を予想してもらった。今年の活躍の目安になるのは、 なんといってもヒット曲の有無だ。ケイ氏は、ビルボードジャパンのソングチャートと、ソングチャートとアルバムチャートを合わせたトップアーティストチャート、アーティスト100が大きな目安になりますという。年間チャートは12月にならないと6月に発表された上半期の各種チャートからヒット作品やヒットしている歌手が見えてきます。現段階で、 赤組として初出場が予想されるのは4人組のダンスボーカルユニットである新しい学校のリーダーズあのあの年齢非公表。また20年10月に配信されたうっせーはが大ヒットを記録しているアド21も有力他にも日本人7人組ながら22年から日韓両国で活躍する XG。 そして5人組ガールズグループのニュージーンズも目が離せません。それとマンウィズ・エイ・ミッションかけるマイレット。10年から活躍している5人組ロックバンドマンウィズ・エイ・ミッションは、本来白組での出場がふさわしいのですが、マイレット年齢飛行であること、<演>また枠数の兼ね合いでこちらに入れています。全道それぞれ、ケイ氏が予想する理由は何なのか 新しい学校のリーダーズは20年リリースの大人ブルーが TikTok 上半期トレンド大賞2023で大賞に輝きビルボードジャパン週刊ソングチャートでも最高10位を記録独特の首振りダンスは社会現象にもなりました今年の活躍とセロンの支持の2条件は満たしており選出最有力と言えるでしょう すでに一部、スポーツ紙では NHK が新しい学校のリーダーストに選出しているとも報じられている。出演の打診は10月中に行われたと見られており、出場は濃厚だ。また、あのちゃんことあのは、今年上半期のビルボードジャパンによる、ヒーチーカーズソングスで、22年11月23日リリースの、中、多様性が1位に輝いている。 こちらも11月5日に出場確実情報が報じられている。ビルボードジャパンのヒー a シーカーズソングスは、ソングチャートの中からラジオやダウンロード、ストリーミングそして動画再生数を集計し、昇中そのアーティストを抽出したチャートとなります。多様性は今のヒット曲に欠かせないダウンロードや動画再生といったデジタル面で強さを発揮しており、 彼女がいかがに今年、注目を集めていたかが伺えます。全道アドは、9月6日に配信開始したユニバーサルスタジオジャパンによるハロウィーンイベントとの、コラボレーション楽曲9月下旬以降ビルボードジャパンソングチャートで4連覇を達成。年間チャートでの上位進出も狙える位置につけている。現在も放送中のテレビアニメ、スパイかけるファミリー、 シーズン2のオープニング主題歌、クラクラを配信するなど、話題にも事欠か,かない。XG は、ABEX 参加の韓国法人クゴールクスに所属する日本の7人組ガールズグループ。22年3月にデビューしたばかりで XG の強さは、9月に始まった新しいチャート、グローバルジャパン・ソングス・エククルドット・ジャパン。 で、毎週20位以内にランクインしているということです。このチャートは、ベイビルボードで発表しているグローバルチャート、グローバル200から日本市場を除外し、そこから日本の楽曲を抽出したチャート、つまり海外でヒットしていることができるのです。こ,ここでヒットする曲は、海外での浸透度が高いという見方ができます。 今年の紅白歌合戦のテーマはボーダレスであり、世界で活躍している歌手を今回出場させることは十分にあり得るでしょう。日韓両国で活動する XG が出場すれば面白いと思っています。前室のケ視ス。ベイビルボードのアルバムチャート、ビルボード200で、7月21日発売のセカンドミニアルバム、Get Up。 が初登場で1位を獲得。その後3ヶ月にわたりランクインしている。NHK でも10月にベニュー101プレゼンツニュージーンズゲットアップライブが放送されるなど注目度は高い。NHK としても、公演の出演者を発表する前の段階で放送する音楽番組は、年末へ向けた出演交渉を兼ねているケースもあるという。 高い人気と実績から出演が有力視されているのだ。またマンウィズエイミッション×マイレットはタッグを組んだ絆の奇跡4月10日配信5月31日 CD シングルリリースがロングヒットとなっている。絆の奇跡はテレビアニメ鬼滅の刃型中地の里編のオープニング主題歌配信がスタートするとダウンロードソングチャートで 初登場1位に。6月には YouTube チャンネル、The First Take で同楽曲が披露され、チャートイン。17週目には、ストリーミングの累計再生回数が1億回を突破しています。全同多彩な活躍を見せた女性たち。取り上げたアーティストたちは、誰が出場枠を獲得してもおかしくない。今年紅白初出場なるか。